壁か何かをぶち抜いたようじゃぞ。あそこから出るぞ。千代太郎、駆け員。お休み中失礼いたします。ご存知だと思いますが、10分ほど前ジョースターたちがこの館へ侵入いたしました。さらにダービーが敗北したことをご報告いたします。ダービーは天才だった。勝てる実力を持っていながらダービーはなぜ負けたと思うね。中へ入れ、バニラアイス。ジョースターたちは自分の娘、母親の命を救うために自分らの命を捨ててもいいと心の奥底から思っており、華僑院や他の二人、そう、アブドゥルやポルナレフにおいてさえこのディオを倒すために命を引き換えにしてもいいと思っている。このディオから逃げることは自分の人生から逃げることだと思い込んでいるのだな。馬鹿げたことだが、しかしその馬鹿げたことが結構重要なのだな。ダービーのやつは忠誠を誓うと言っておきながら、このディオのために死んでもいいという覚悟ができてなかった。だからあとほんのちょっとというところで勝利がつかめない。ダービーには負けた理由が永久にわからんのだ。アイス、私の首の傷を見ろ。多分あと一人の生き血を吸えば、この馴染まなかったジョナサン・ジョースターの肉体もすっかり我がものとなり、傷も完全に治癒する。アイス、お前の生き血を私にくれるか。はい、喜んで。